さあ続いてはニュースウェーブです。釣り業界のさまざまなトピックスを取り上げていきます。はい、でね、今回からですね新企画ですよ、はい、そうですね、ショップスター始まります。はい、この企画は釣り具店のスタッフの方の中から特に釣り情報に詳しい人や釣りがめちゃくちゃうまい人を勝手にですねショップスターに認定するというものでございます。いるでしょ皆さんが行ってる釣り屋さんにもね、うん、もうその土地の釣りにめちゃめちゃ詳しい、あそこ行ったらこれ釣れますよと教えてくれたりとか、はいはいはい、あと道具にめちゃくちゃ詳しい、これ買っとけば間違いないですよ、うん、そういう方いるじゃないですか、うんうんうん、僕たちの釣りをより豊かにしてくれる店員さんをショップスターということでね、今回記念すべき第1回です。どちらのお店でございましょうか。はい、今回は全国に150店舗を展開するネットワークで私たちの釣りをサポートしてくれている釣り具の上州屋東洋町店です。日本全国に数多ある釣り具店、そこから店舗の看板ともいうべきスタッフを発掘するショップスター誕生。今回の舞台は東京都江東区にある上州屋東洋町店。大型の無料駐車場や洗い場を完備、首都東京を代表する釣り具店の一つです。洗い場まであるんだ。都内でトップクラスの品揃えを誇るこのショップ、スタッフはおよそ20人、24時間営業で懇切丁寧に接客しています。すごい便利。中でも専門分野に特化したスタッフを店長に聞いてみると、そうですね、一押しが2名おりますね。1人はバス担当の板山さんです。ほとんどの休日を房総の亀山ダムを中心としたリザーバーで過ごす現場第一主義者ですね。もう一方は、そうですね、うちのシーバスヒラメショアジグを担当している関根さん。やっぱり現場の釣り情報の収集に日々昼夜問わず勤めていて、自分が一言で関根さんはと言うとしたら、言うならば、やっぱオールラウンダー型ルアー担当じゃないですかね。オールラウンダーと亀山ダムの住人みたいな。そうですね。このショップのバスコーナーを任されている板山正樹さん。首都圏のメインリザーバーの一つ亀山ダムを熟知する板山さん、トーナメントでも好成績を収めている実力者なんです。プロなんだね。その年年によって台風とかああいうのちょっと変わったりしますけど、まあ大まかにある程度ここに立ち木が沈んでるとか、なんかここにブレーク大きいブレークがあって魚つきやすいとか、まあそういうのは大体は分かってるつもりです。はい、まあ最初に来始めた20代前半の時だったんで、まあ20年以上休みのためにある程度こう行ってるって感じですね。はい、大会とかもすごく行われるとこなので、まあそういう情報とか季節によって釣り方とかもたくさんあるフィールドなので、まあそういうのでこう来られるお客様とかは結構多いですかね。はい、そのフィールドワークっていうのは大事なんですか。そうですね、やっぱり毎年同じとは限らないので、やっぱりある程度通っていくと、やっぱりこの時期はワカサギ食ってるけど翌年だったらシガノ食ってるとかいうのもありますし、まあやっぱりそのと、まあ、ある程度定期的に行っていかないと追っかけきれない部分はあるかなと思いますね。はい、結構亀山ダムについて知りたい人っていうのはあのこの施設に来てこのコーナーで板山さんを探す。そうですね、まあ結構来てお話ししていただくお客様とかは結構多いですかね。はい、亀山ダムに精通するバス担当の板山正樹さん、ショップスターに認定です。おー、認定、行きたい、会いたい。板山さんに続いて店長一押しのスタッフ2人目はオールラウンダーの関根隆さん。関根さんはシーバスやヒラメ、ショアジギングなど幅広いルアーを担当しています。
ルアー全般に関してお釣りは結構してますので、ライトソルトとか管理釣り場トラウトとか、ブラックバスも、まあ、ちょっとたしなんではいます。まあ、実際使わないとわからないことはかなりあるので、このルアーが、まあ、どういう浮き方をするのかとか、どういう泳ぎをするのかとか、まあ、実際試してどういう使い方をすれば釣れるのかっていうのを、まあ、そうですね、現場で検証してフィードバックできればなと思ってました。もうルアー作れるぐらいなってたりするんですか？いや、作ることまではしてないですけど、はい、自分で考案したカラーをメーカーさんに塗ってもらったりはしています。まあ、チャート系のカラーとか、バッチ系のブラック系のカラーとか、ピンク系のカラーとかを作ってもらって、バッチルアーとして販売させてもらってます。ちなみにその辺の売れ行きはどうなんですか？売れ行きも好調ですね。はい。関根さんの名前が入ってたりするんですか？まあ、そこまでさすがにしてないですね。幅広いジャンルのルアーを知り尽くす関根隆さん、ショップスターに認定です。ショップスター、すごい店員さんお二人紹介してもらったんですけど、ちなみに他にもいらっしゃったりはしないですか？あ、そうですね、もちろん一番すごいのは安田店長ですね。はい、やっぱりオフショアに関しての知識と経験はやっぱりピカイチですので、それでお客さんもたくさんついていらっしゃいますんで、一番すごいところかなと思います。そこで再び店長に話を聞いてみることに。まあ、自分は、まあ、全般的にこなすようにしてますけど、やっぱ専門分野はオフショアルアーなものですから、やっぱりお客様もスタッフの特徴とか特色をよく観察精査していらっしゃいますのでね、やっぱり人につくところはあると思います。ここは私が担当しているオフショア青物部門ですね。はい、その一角に店長が釣り上げた魚の写真が飾られています。お、見たいね。これがカンパチなんですけども、 P ラインの3号、リーダー60ポンドという、まあ、割と細めのタックルでこう30キロオーバーのカンパチを取れたのは、ちょっと個人的には自己満足してます。自分のやっぱルーティーンがキハダマグロやカンパチのジギング、ヒラマサなどを、まあ、年間を通して追ってるところがありますので、まあ、今後も継続してまいります。まあ、あと今年はちょっとどうしてもやっぱ課題になってるのが、昨年3回ほど予定してて全部悪天候で潰れてしまったクロマグロゲームですね。そこでちょっと結果を出したいなと思っております。ちょっとサイズが100キロ150キロとか、もしくはマニアは200キロオーバー目指してますので、ちょっとそこで自分も結果を出したいなと。やっぱり楽しまないと現場でハウツーもやっぱり吸収できないですからね。まずやっぱり楽しんで現場に届け込むっていうのはやっぱり非常に重要じゃないでしょうか。ということで安田店長のシーバス調法に同行。おー、あ、そう、行ったんだ。シーバスはちょっと去年はね、青物ばかりやってたんで、どうだろうな、10ヶ月ぶりぐらいかな。楽しみたいですね。アクセスがね、近いところで手軽に楽しめるルアーゲームなんで、仲間とか家族とかでワイワイ楽しみながらやってるんじゃないですか。40グラムのジグですね。久しいバスだな。失礼、釣れがかりだ。まあ、食いには来てるんでいいでしょう。はい、ちょっと可愛い小ぶりな
シーバスですけど、久々のシーバス面白いな。都会のこう喧騒の中でね、やっぱお仕事されてる方も多いと思うんですけど、ちょっとね、あの足を伸ばせばこれだけのやっぱフィールドが広がってるんで、とにかくこう身近なターゲットがたくさんいるので、まあ、釣りに行って楽しむで、ね、海のターゲットだからいろんな料理方法もあるし、一言で言えばもう釣ってエンジョイ、食べてエンジョイじゃないですかね。いや、いいじゃないですか。本当そうですよね。このパターン初めてだね。この釣り具屋さんに取材になるけど、実際にその調校に同行するっていうのは、これ本当に釣りが好きっていうのが伝わってきていいですね。釣りをしたことがない人も一度はこの楽しさを味わってほしい、そんな思いを語ってくれた安田博正店長。もちろんショップスターに認定です。ショップスター、ショップスターです。あー、面白かった。すごい、釣りへの情熱がやっぱみんなすごいですね。そうだよね、うん、これでこそ、はい、僕たちも客として行って根掘り葉掘り聞きたくなるわけだもん ね。やっぱ釣り具屋さんに聞きに行きますもんね。新しいフィールドとか、こうどうしていいか分かんない時はまず釣り具店行くっていう頭なんですけど、伊勢さんどうですか？僕ね、うん、釣り具屋さんに行って話しかけなくても2時間ぐらい平気で行っちゃうんですよ。あー、釣り具屋さんにね。そうそうそう、はいはいはい。だからそこで、うん、もう馴染みの店員さんとかできちゃうと、はい、4時間ぐらいになっちゃうね。すごい滞在。釣り行った方がいいんじゃないですか。本当だよね。ね、あれあれですよね、釣り行かないで釣り具屋にずっといるみたいなね。そうそうそう。ちょっと確かに私はあの釣り具店のことを魔界って呼んでるんですよ。魔界別名、僕ら言いますね。そうだから、ああいうあの魔界の住人の方々がですね、もう詳しいと詳しいとね、どん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 散財してしまうんですよね。散財するよね。うん、例えばスナップ買いに行っただけなのにも1万円使ったことあるの。いや、分かりますよ、分かりますよ。だポイント結構貯まりますからね。お世話になります、これからも。お世話になります。さて、今回紹介した釣り具の常習や東洋町店について釣りビジョンマガジンでも詳しく取材しています。この後配信予定なので、こちらもぜひご覧ください。すごいね、24時間営業のお店っていうことだから、釣りに行く前も寄れるし、はい、釣り船に乗った後も帰ってきて道具の塩を流して落としたりとかもできるし、でね、補充しなきゃいけない仕掛けとか買ったりしなきゃいけないから、まあこれは通っちゃうでしょうね。通り道の人羨ましいわ、ね、そしてショップスターの店員さんたちがいたら、うん、もう間違いなく、まあ、ゆきちさんはいなくなるんでしょうね。こんなの釣れた、うん、こんなの逃したという話してたら、またあ、じゃあこれに必要なのはこれですよ、あ、そうですか、ありがとうございます。でもうニッコニコホクホク顔で帰ってきそうね、うん、無限ループですね。とにかくですね、あの僕たちのショッピングライフ、フィッシングライフを、ね、豊かにしてくれるショップスター、頼もしい存在なんでね、今後どんなショップスターが誕生していくのか、とっても楽しみでございます。皆さんもご期待ください。はい、ということで以上ニュースウェーブでした。釣りウェーブの大人気コーナー、ギアウェーブとニュースウェーブに出演してみませんか。ついに釣りウェーブの番組ホームページから出演のお申し込みができるようになりました。そうなんです、最新の釣り具の情報をどこよりも詳しく紹介できるギアウェーブ、そして大会やイベント情報など魅力満載にお届けするニュースウェーブ、ぜひぜひご活用ください。詳しくは釣りウェーブの番組ホームページの応募フォームをご確認ください。たくさんのご応募お待ちしております。